もらった。やったやった。どんどんサイズいいよ。これこれさ、いや今日はですね、すごいロットができたということで、グローブライドの本社に来ました。早速見せていただきましょう。すっごい軽いね。ありがとうございます。それで強度も出したわけでしょ。そうですね、はい、でそれはどういったことでどこが変わったの。今回ですね、変わったのが HBF ナノプラス、まず最初に出てくるんですけども、ね、そちらは、まあ、はい、軽さを持ちつつも強さを出すというところで、はい、あとですね、全体的にやはり大きいなっていうのは X45 というのは、はい、柔らかい差は特ににじれやすいという、はい、ところがあるんですけども、そちらはもう45度の力でねじれを抑えるというところで、まあ、強さを表現しているというところになります。 HVF ナノプラスって、はい、その素材ってどう、そうですね、簡単に言うと、もともと HVF という、まあ、まあ、強さを謳っている部分はあるんですけど、それにナノプラスというところで、はい、特殊なカーボンを使ってまして、まあ、HVF よりより強く細くなるよね、細くというところで、まあ、そちらをふんだんに使いまして、今回、強さをうまく出しているというところになります。なるほど、はい、それではじゃあ実際に重りをかけて竿の性能を試してみたいと思います。今5キロになります。5キロすごいね。まだいける？まだいけます。これ7キロですね。はい、7キロです。はい、これ、よっ、おお、すごいね。水平まで上がりますね。これ7キロか。すごい。すごい強いね。ありがとうございます。ちょっと10キロも試してみよう。はい。10キロいくかな。なんかね、10キロしたら相当なもんだよ。相当ですね、このタックルで。すげー、限界。今回ゼニスにやってまいりました。はい、新しい、ちょっとこの海域にはどうかなっていうスリルゲーム MH ですね。こちらでちょっとどのくらいの強度があるのか、まあテストですよね、試し。間違ってもこれを流行らそうっていうことではないので、決して真似しないでください。じゃあやってみたいと思います。いろいろ、いやちょっと未知だな、未知でわからないな。あ、いる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 、こっち来る、これ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 来る、これ来る、これ来る、こっちこっちこっち、あーしゃ、今度は取って、こっち渾身の汗になった。いやー、まだまだ余裕があるね。ドラグも出なきゃ、このバットの強さでリフト感が全然、ほら簡単にリフトしてきちゃう、片手で。楽しいね、楽しいけど、まだ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 こんなもんじゃないでしょ。すごいですね。まあ、これくらいじゃ、そうですよね、簡単に上がってきちゃいますね。もっと、
まだまだ楽勝でしょう。まだ余力あるよね。ああ、なんか食った。これほらほらほら。もらった。お、お、これちょっと。おお一緒かなこれ電動のパワーとこのねロッドのパワーで片手でもこんな簡単に上がってきちゃうんですよね。おおおおやっぱリールもパワーあるから相性いいのかなこれ、もしかしたら。あ、おお、あれちょっとサイズがいいぞ。え、あ、ちょ、やばいやばい、これ違う、物が違う。何これ、うんだよね。おー、いい、やった、はがつお、一番うまい、でけえでけえ。これね、ハガツオ引く魚なんですけど、もう難なくリールとサウドパワーで上がってきちゃいましたね。すごく相性がいいタックだと思います。いやでもやっぱり最後ね、カツオなんでね、水面でかなり暴れてちょっとヒヤッとしましたけどね。まあスリルゲームっていうロットの通り、スリル満点の釣りができました。お、おぶさん行った、カッパチ？あれ、なんか急に。なんかでも、いい、カンパチじゃない？やったやった。くたくたで、おー、くたくた、カンパちゃん、やったやった、ほんとはサイズいいよサイズいいよ、曲がってる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 、まだ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 危まだ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 、ありがとうございます。はやってくん、あれ聞こえた、なんだあれ、さっきよりでかい剥がすわこのタックル見て、これで、あ、いてもうこれで、これが上がっちゃうんですよ。すごいじゃん、いやたまんねいや、面白いけど、まあ、ちょっと真似はしないように。結構でかいですよ、これタブさん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。スリル味合いましたよ。楽しかったですね。楽しかったですねいや、本当にまあ、今日あのくらいのハガツオとまあやり取りしたんですけど、はい、まだ余力ありますね。いや本当ですね。でもまあ本来は、うん、やはり
まあ、5キロ以上、まあ、5キロクラスのワラサとか、まあ、ヒラメとか、はいはい、あまあ、コマセのライトのタイとかね、まあ、そういったターゲットを狙うのに十分適したロッドですよ ね、 ですね。結構こんな細身なのに意外と細いですよね。いろんなのが釣れちゃう、はい、かなり、まあ、でもこれはあくまでも今回はまあテストだったんで、はい、本来の、はい、本来これからますます調子が上がってくるゼニスの泳がせ釣りはですね、皆さんぜひこちらのマッドバイパー、ね、ファングスティング、そうです、ね、そしてこういうシーボーグ、はい、800番クラスのタックルで、はい、そうですね、ぜひお楽しみいただければね、はいはい、どうか皆さんお試しください、はい。ご視聴ありがとうございました。こちらの動画もおすすめです。チャンネル登録もお願いします。